ユーリーアナトーリエビチクラスのジャンは、ロシアの元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは、DF、MF。1963年、カバルダ・バルカル共和国の首都、ナリ地区で生まれた。1980年に、地元の PFC ・スパルタク・ナリ地区でキャリアを始めたが、サッカー選手としては大成することはなく1984年に、対談。カバルダ、 アルカル州立大学では物理を専攻しサッカーの研究に勤しんだ。1985年、同大学を卒業し教職に就くが、1991年、FC エタロンバクサンにて復帰を果たした。アフトザ・プチャースティでは選手権アシスタントコーチとしてクラブに携わる。1999年にはキャリアを始めた PFC スパルタクナリ地区でリザーブチームを指導。 2000から2003にはアシスタントコーチに任命され、2004年に監督に就任。2005シーズンはロシアファーストディビジョンを2位で終え、クラブをロシアプレミアリーグに初昇格させる。2010年には決して裕福とは言えないクラブを過去最高位の6位でフィニッシュさせるなど手腕を発揮した。2010年12月中旬。 ユーリー庶民の公認として FC ロコモティフモスクワの監督に就任した。2011年5月27日、第11節の FC アンジマからとの試合は1から2で敗れ、後日この試合は八王朝であるとの疑いが流布した。ロコモティフ社長のオリガスモロードスカヤをはじめとした経営陣はクラスのジャンを解任することを決定し、6月6日に 正式に解任されたがそれに至った理由は職務怠慢であるとされた。2011年7月4日、ロシア B 代表の監督に就任。2011年12月27日、ロシア B 代表を兼任する形で FC 暗示、マハチからと5年契約を結び同クラブの監督に就任したが、厳しいトレーニング方法を敷いたことで選手の不況を、 会監督就任後2ヶ月で解任されたと報じられる。しかし、正式には辞任という形をとっている。辞任の理由については、他元を明かす理由については発表しないことで合意している。私に言えるのは一つだけ。決断の主な理由は、スタッフのマネジメントに関する基本的なことへの見解の相違ということだと語っている。2012年8月16日。 f c バ番クラスのダールの監督に就任。2013年1月8日、解任。2013年5月26日、FC テレクグロズヌイの監督に就任。2013年10月、解任。ありがとうございます。